はい、皆さんどうも、こんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、ATV グマさん来てるんですけども、イベントのご案内ということで、これからですね、ATV グマさんが出展するイベントの方をご紹介していただきたいと思います。ネギさん、よろしくです。よろしくお願いします。はい、ということで、ネギさん、もう12月そうですね。なんですけども、12月は何のイベント出る ?12 月はですね、あの、最後の、えっと、今年最後のですね、イベントの、お台場キャンピングカーショー。おお台場。 うん、でそこに一応ですね、はい、あの3台あの車両の方を持っていきたいと思っております。3<台>はい、はい 何を持っていくがが台台あとレと、それからエブリンのワゴン。エブリンワゴン、RS1 の WX とプラスというやつですね。これは本当に定評がある車なんですけど、それでこの車なんですけど、今、中で。中乗ってますけども、これがですね、当社の一番最高峰の RS プレミアム LV。 リチウムバージョンっていうものなんですけど、はいうん、それの400アンペアの、はい、え新システムを、うん、あのまた改良しましてね、うん、載せたはい。はい それをですね、お台場で発表しそして来年の2月も含めてですねこれが最高峰の車を持ってきますのでぜひお台場見に来てもらいたいと思います。ということはその改良バージョンということではお台場が初展示そうですね、見た目はね一回夏に展示したらまた変わらないんですよ。で変わったとすれば車両をですねちょっと今回はえっと。 えー、デ,ィーゼルディーゼルの四駆管理仕様を使いまして、うん、まあ これ以上できることができないだろうというところの車を使ってます、はい、使って、はい、でまああのー、それにこう400アンペアのそうですリ、ね、チウムイオンバッテリー組んでということでもう一番上のグレードの装備に一番いいやつ足したとそうですねそれに、はい、もう今回改良したのは、うん、充電方式ですねはい充電方式を一応、えー、直の60アンペアの走行充電をしましてラーと分けたと、うん そういったバラバラのシステムでやったところかなりいい結果が出たのでまあ今も冬なんでねなかなか夏みたいにエアコン使いましょうということではないんですけどもそれでも FF 使ったりとかうですねしますんで電気自体はね使うんで FF ヒーターもですね意外と電気をね使うんですね着火時とかねだからこれだけあれば正直言って相当持ちますんでまあまあ電気の心配しないのがね非常にいいんでええ はい。これがですね、あの、いわゆる私どものテーマなんですけど、はい。オール電化の始まりかなと。来たオール電化ええ。なんかもう2024年のエテビグモさんのテーマはオール電化オール電化うん。ええ。まあ、あのね、そこら辺はまた別エードでちょっとご紹介しますけども、まあ、それのね、ええ、まあ、第一弾的な車がね、この、ええ、LV でございますんで。そうですね。はい。はい。ぜひね、イベント会場で見てね。 あの、またいろいろね、こう、質問はい、はい、ネグさんもいらっしゃるもちろんです、いきますよはい、うん、なのでね、はい、あの、いろいろこう、気になった方、はい、質問してもらったりとかはいね、あ、YouTube の人だ、うん っていうことで、えネギさんいつも人気だっていう話。結構ね、声かけられるんですね。え。なんか、福岡の時も偉い。そう。ずっとお客さんと喋ってましたね。お客さん待ってるんですよね。私がね。うん。目がパッと合うと、ニコニコってくるんですね。びっくりしちゃいますね。なるほど。まあまあまあ、ネギさんもね、2日間、あの、お台場の方にね、来て、あの、いろいろお客さんとね、 お話できると思いますんで、はい、はい、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います。はい、ということでネギ<っ>さん、今日はどうも<っ>ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。